こう、あ、なんか、なんか心の力が強くなった気がするんですけど。あ、そうですか。はい、ありますか、そう。もうちょっとね。先生、今二階職にしてちょっと様子見てるんですけど、二階職って給仕を3階から2階にしたら、で体重がその分じゃ便が出るからやっぱりプラスマイナスで毎日あんまり増えない感じなんですけど、どうなの？二階職で、いや二階でいいんじゃないですか。いいですか？しもし30食べてるんだったら、はい、うん、3回もやる必要ないと思いますよ。あ、本当ですか。で昨日ちょっと心配で3回でやっぱり急に一気にやっぱり 20g 増えちゃって、うん、体重が今で730。今日も一回食べてきてるわけね。はい、朝食べました。今日お腹を探してみましょう。だから何時食べてるんでしたっけ？60g です。柔らかいですもんね、芋。あ、そうですか。ふーちゃん、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 泣かない、泣かない。はい、顔見せてください。泣かない、泣かない。ふーちゃん、顔見せて。ふーちゃん、顔見せて。はい、ちょっとこの中の色見せてくれる？泣かない、泣かない。ごめんね、ごめんね。見るだけ、見るだけ、見るだけ、見るだけ。上手、上手。そしたらね、はい、体重も減ってないからさ、はい、注射はやめましょう。あ、ありがとうございます。ね、あれだけあってるとこ。胸とお腹と。先生、ちょっと爪がなんか伸びてるような気がするんですけど。伸びてますね。じゃあ先に爪切りましょうか。ゴロン。爪切りは今までどうしてたんですか？あの別のとこ行った理由、私がなんとかでももうキャーキャー言うから難しくて。なるほど。え、すごいすごい。あの一人がこう、まあ、一人ではなかなかやれないからね、はい、一人に左右対称でこう、こういう風に持ってもらえると、はい、ガラとこういう時にさ、うん、あのハンドフィーディングしながらやると結構もぐもぐ食べる子いるんだけどね。あ、そうですね。今はもう普段からこういう体勢でもぐもぐ食べさせて練習しておくといいんですよ。あ、なるほど、なるほど。そうですね、何かあった時に。そういうことです。大丈夫。嫌だよね、爪切りね。嫌だよね。分かってるよ。でも結構、あのこの子野菜は野菜は、あの、だいたい 5g ぐらいとかで。でも野菜が一番好きでしょ。やっぱり好きですね。こういう時、はい、こういう時に野菜やるといいですよね。ああ、なるほど。食べさせながら。ごめんなさい、一箇所ちょっと出血しちゃったから止めてきますね。痛かった。痛かった、ね。痛くなくても泣くから、ね。そうなんです。何でもね。すごい多くは。はい、じゃあスーパーライダーってください。うん、あの、そう。体重もさ、はいはい、あの減ってってないから、はい、一番最初来た時、少なかったの。でもそうなんです、830ぐらいあったんで。まあ確かに遅いね。まあでも、あの3回でも2回でいい、はい、にしてもいいですよ。はい、このこれ本当キムチ30も食べてるんですよ。30って相当な量ですよね。そうなんです。あ、なんか 4、5 回ぐらい毎いつも補充して。あ、本当。はい。ほんじゃあ、あのこの子の体重とか便の数見ながらね。はい。便ってどこだ？便は、ここです。合計が140。はい。今日は朝だ160。いや、そうですね。150以上は。140から150ぐらいね。はい。見た感じの元気は、もうすごい元気だ。あと自分でその量を食べてくれればいいぐらい。63とか90はない。これは何だったんだろう。あ、体重が減ったからとか、あとちょっと寝てる時が多いとか、うん、そういう感じぐらいで。そこが元気っていうこと。そうです。あ、くれくれってくれ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 、おしっこもじゃあと出てるんですね。はい、出てます。キレキレ、キレキレするの。キレキレするの。キレキレしてもらうの。キレキレ。おみんちゃん。
注射より嫌なの？注射の方が嫌だと思うんですけどね。そうよね。注射の方が嫌なの、はい、うん、そうね、6でしょ、はい、うん、まあ1回、2回で様子見てどうです？あ、わかりました、うん、2回で、で先生、はい、ライフケアは今1時しか食べさせてないんですけど、うん、セレクションにしてもいいですか？セレクションに変えていっちゃって、うん、セレクションを6にしてもいいですか？6にしてもいいですか？はい、あ、これ合計だ、6だもんね、はい、セレクション6でやってみてもいいですか？はい、からしばらくずっと 6でいいですか？うん、はい、でもドライ食べないんだろうね、多少は食べてるのに。そうなんですよね。800として8に16は食べたいよね。やっぱそうですね。だからその分だけ足すといいんじゃないですか。はい、したね、昨日が3だから、はい、13、今日13ぐらいを持って、そうすると2回じゃしんどいから。そうなんですよ。そうすると3回になっちゃうから、5だったら2回で、はい、2回でいいですね、うん、そんな感じで。あ、わかりました。毛を取ってください。